どうもナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は謎だったこの建物のクエストが発生しましたのでやっていこうと思います。クエスト名がですね、これ聖書の六賢人です。メインクエストになりますね。メインクエストです。6箇所を回れっていうやつなんですけども、回るとどうなるんでしょうか。行ってみます。もう当初からね、これ謎だったんですよね。何なんだろうと思ってたんだけども、なぜ聖書に同行を、その謎がようやく分かります。バルトロのことが知りたくてな。他に聞きたいこともある。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよ。よくぞ来た。聖書の賢人よ、私の質問に答えてもらおう。ガレリウスに協力しているバルトロという魔術師、あの男は何者なんだ。天才魔術師、そう呼ぶのがふさわしい稀な才能を持つ魔術師だった。だがおよそ常識や倫理観を持ち合わせていない男でもあった。禁忌を踏み越えた術も多く考案し、降霊術もその一つだ。バルトロもその術で誰かの体を乗っ取っているのか。バルトロ自身は降霊術に頼る必要はない。バルトロを除いたゼノイラ人の魂は聖書に封じられたが、奴はゼノイラの滅亡後も長い時をかけ写し世に自らの実体を編み出したのだ。古代ゼノイラ人の生き残りというわけか。だがバルトロは封印されている魂をどうやって呼び出したんだ。天の結晶を触媒とすることで聖書の封印を超えて魂を呼び出し、降霊術で生きた体に魂を乗り移らせた。あのような離れ技はバルトロでなければ不可能であろう。触媒が必要だったのか。でも天の結晶って何かしら、聞いたことがないわ。貴重な触媒で呼び出せる魂には限りがあったのかもしれんな。そうでなければ手当たり次第に降霊術を使わない理由がない。確かにそうだ。もう一つ聞きたい。私が着ている鎧についてだ。聞いた話だが、アルビオンがゼノイラに攻められた際、教皇がこれと似た鎧を聖書から運び出しナイジェルに与えたらしい。この聖書にはまだ使える古代の貴重な武具はないのか。残念だが聖書に保管された武具は全て持ち出されてしまった。だが聖書には蓄えられた浄化の力がある。必ず何時らの力になるはずだ。これで我が力はナンジラと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力がナンジラの助けとなろう。おお、攻撃力25の武器が手に入りましたね。斧ですね。6箇所ってことなので、いろんな武器あるよね。剣、斧、槍、弓。まあまあまあ、いろいろと入手できるんでしょう。異常状態無効で、いいね。アクティブ行動時に HP が 20% 回復。めちゃくちゃ強い。次行きましょう。2箇所目、スピアですね。あ、能力は同じか。状態異常無効と、アクティブ行動時に HP20% 回復。能力は多分一緒っぽいっすね。あ、ここは弓ですね。能力は同じ。そして杖ですね。お、ここ武器じゃない。セークリッドシンボル。そうね。これアクセサリーの方が嬉しいかもしれない。状態異常無効と、HP 回復がついてるアクセサリー。これはなかなか優秀じゃないですか。
それでは最後、セイクリッドソードを入手しました。これはなかなかいいんじゃない。で、これで全て回りました。指輪はどうなる。報酬は指輪だったんだよね。これもともと持ってるやつだけども、初期ではね、何の能力もなかったんですけども、これに特殊能力がつくっていうことだね。これアイテムなんかね、自分の好きなように置き換えたりしたいな。どこだ。能力が変わってますね。 AP プラス1に全ステプラス5、めちゃくちゃいいじゃん。で、特殊能力が正気の中で真の力を発揮する。多分まあボス戦とかでなんか装備しとかなきゃいけないやつなのかな。で、乙女の指輪も PP プラス1の全ステプラス5ですね。で、これも多分ボス戦だな。味方がハテナハテナハテナで攻撃される前に発動して、正気の中で真の力を発揮するですね。はい、あ、なるほどね。まあまあメインクエストだからこんな感じでしょう。はい、ではこの聖書のクエスト、クリアしまして、セイクリッド装備っていうのをゲットしました。特殊能力はないんですけども、異常状態にかからなくなってHP が回復する。これなかなかいいんではないでしょうか。はい、それではですね、まだどんどん進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。